こんにちは、粟田洋介です。今日はジェルメディウムというものを使ってキャンバスに布を貼ってみようと思います。それでその上からアクリル絵の具で絵を描いていきます。今3種類のジェルメディウムがあります。一つがヘビージェルメディウムというものです。ヘビージェルメディウムっていうのはちょっと硬いんですね。で、レギュラージェルメディウムっていうものはレギュラーなので、まあ、普通の絵の具ぐらいの硬さらしいんですけど、私はこれをまだ使ったことがありません。で、もう一つがソフトジェルメディウム。これはすごい柔らかくて、この間別の動画で光沢をつけるのに筆で塗ってみたんですけど、すごい塗りやすかったです。反対にヘビージェルメディウムの方は硬くて筆では塗りづらいんですけど、パレットナイフなんかで盛り上げるのにすごい向いていました。で、今日は盛り上げたりとかっていうよりも、この布をキャンバスに貼るための接着剤みたいな感じで使っていきます。そういう風に使うにはヘビーでもソフトでもどっちでもいいと思います。で、今日はあえてこのレギュラーっていうのを使ってみます。このキャンバスは夏にパレットナイフでちょっと色をつけていったものなんですが、それから全然タッチしてなかったんですが、今日布を貼っていこうと思います。こんな感じで塗ってみて、こんな感じで貼り付いたんですけど、ちょっとまんべんなく表にもジェルメディウムを塗っていこうと思います。表にも塗ることによって絵の具で絵が描きやすくなります。今度はちょっとソフトジェルメディウムの方を使ってみます。で、とりあえずこんな感じになりました。このシワになった部分はちょっとデコボコになりました。で、この布にはジェルメディウムがかなり浸透しています。ジェルメディウムはアクリル樹脂なので、こうしてしっかり塗っておくと、後でアクリル絵の具でこの上から絵を描くときに描きやすくなります。では、ちょっと今塗ったジェルメディウムを乾かしていきます。盛り上げみたく厚塗りした時と違って結構早く乾くと思います。ジェルメディウムが乾いています。なんかこのキャンバスにこの布なんか可愛いと思ったので、ちょっと使ってみたんですけど、ちょっと今日はね、あんまり難しい絵を描きたくないので、ちょっとシンプルな絵を描いていこうと思います。
今こんな感じになりましたが、せっかくこうやって布を貼ったりしてるんで、整ったものを描きたくないなと思って、なので崩していきたいんですけど、どういう風にしようかなって今思っています。今こういう風に点々点々点ってやってましたけど、この作業的な意味ではこういう風に単純にこうやって点々点々点とかやっていくのは大っ嫌いなんですけど、絵描いてると嫌いなはずの作業を結構たくさんやっています。でその時は別にこの作業自体は苦にならなくて、作業をどうのっていうのは意識してなくて、考えたことが形になっていく、で形になりながら考えていく、そのアイデアが形になっていって、それでこういう風にやってるうちに表現されて目で見えてくるものですから、なんかその作業自体苦にならないというか、この見た目が現れていく方が嬉しいので、なんか嫌いな作業っていうのはその動作よりもなんか頭の使い方、どういう風に頭を使うかっていうのが好き嫌いがあるんじゃないかななんて今思いました。こんな感じの絵に完成しました。今回モチーフをバンバンって単純な絵にしたんですけど、このジェルメディウムを使ってもっとたくさん布とかキャンバスとかそれ以外のもの、そういうものをくっつけたり、もっとちょっと細かくしたり、いろいろできそうですよね。ということで今日はこのジェルメディウムでキャンバスに布を貼って絵を描いてみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。